この2018年から現在まで SG ボートレースオールスターに出続けてるこの写真ねうーんやっぱなんてつうんですか勝負師の顔してるんですよね春風で一同のボートボーイ振り返っ えー、今週ピックアップするレーサーでございますけれども、えー、華やかな方だと思います私の中ではとても人気のある、えー、4482番1 0 1 k の分かった人いますか <laughs> 森谷美穂選手でございますももううねレディースの中ではもう 一番人気と言言って過言じゃないでしょう現在、えー、35歳ですけれども守、えー、屋選手もいろいろ紆余曲折があって今の地位にいらっしゃるというのをいろいろとボートボーイの観点から調べて、えー、ちょっとね深掘りしていこうじゃないかというわけでございますが、えーね、一番最初にピックアップされたのが。 こちらの号でございますというね。 2012年の3月号でございます当時森谷美穂選手は23歳というね非常に若い時にこのボートボーイの方ではピックアップされまして何て言うんですかねもちろん、まあ、ここからご紹介していきますけれども、えー、ママさんレーサーになり年を重ねていって、えー、それで何と申しますかね安定感のあるまあ森谷美穂というような。 感じの雰囲気は、この頃はないですね。いわゆる若いお姉さんって感じです。えー、写真、ご覧にいただけますか？このような感じでございます。えー、大変に可愛らしいね。もちろん、バリバリに走ってもおります。二十三歳って、ただ、まだ今の地に行けるとも思ってないんじゃなかろうかという。大変にね。 あのネガティブというかね、あのその自分を戒めるようなあのインタビュー記事になっておりましてね、えー、デビュー前の話をしたとき、表情が変わったのがはっきりと分かったところ、えー、取材班が言っているんですが、えー、デビュー後、つまり選手としての話に移った瞬間、守アの顔つきが硬くなった、声も控えめになり、その後も先走る僕の質問に戸惑うばかり。 僕の意気込みと彼女の思いのギャップは終始埋まらなかったと言っていいだろう。本文をご覧いただければお分かりと思うが森谷美穂は今自信を持てないでいるし悩みが多いというこの、うん、いわゆる取材した記者さんが言っているんでございますけれども確かにね あのもっと頑張んなきゃいけない私の今じゃあまだまだだとねえなんかもっとこのぐらいの地位だったら喋ってもいいんじゃない、うん、今頑張ってます来てますよとか言ってほしいんだろうな黒須田さんがっていうような感じで進んでいくんですけれどもね、えー、でもなんかそれでもね僕のイメージですけれども守屋選手ってね、うん、最初僕デビュー当時って本当にこの子大丈夫かなっていうような えー、時期があったと思うんですよでそこから安定しだして永久にずっといて女子ではまあ,あ一線になっていくという形ですんでねまあ逆に私はこれぐらいでよかったんじゃないかなと黒沢さんと真逆のことを、えー、この記事を読んで感じました。えー、で一応ねこちらに、えー、あるんですよそのプロフィールというのが。1989年 1>, 1月20日生まれの23歳当時ですよで血液型は B 型ということでね、えー、だからこれが放送されるうちょっと前に誕生日を迎えているはずなんでね、えー、1月生まれにやっぱ悪い人はいないっていうのはね私は存じ上げてますから、ね、でこれピックアップしたのがやっぱり B 型というところでね、えー、B 型の女性はね 大変ですほんとね、えー、何が大変かっていうとやっぱプライドっていうかねもう強い方が多いですからね、えー、私もだいぶ B 型の人には痛い目合ってるんですけれども、えー、101期卒業記念で優勝戦3着というね大変な好成績で、えー、これねもうご存知の方もこの放送を見ている方は多いと思います。えー、高校時代重量上げで 全国チャンピオンという異色の経歴というねなんか後に出るんですけど「うん十両挙げで優勝してすごいですね」とか言ってもこの守屋さんのまんまなんですよ「いや私の力じゃないんで翌年だったら優勝できてない」ってん「どういうこと?と」と <laughs> まあ強すんごいすんごい人がいたんでしょうね翌年は。 だから翌年だったら運があっただけですってこのね謙遜する気持ちがねまた人気につながってんじゃなかろうかと思いますけれどもこれが2012年の3月号田口節子選手の表紙の号で初めてピックアップをされております。そこかかららどれくい経っててまた再び出てくるかと もしますと次が出てくるのが「2016年の11月号でございます」というね一旦たん森屋選手 A 級バリバリで、えー、女子レーサーとして活躍していて「ママになって戻ってきた森屋美穂という「ゴーなんですね」。 えー、でなんかまあ復帰してすぐぐらいなんでちょっとふっくらしているようなイメージがあるんですけれども、えー、ここでピックアップするのはですね、えー、ママになるまで、えー、大変にネガティブと申しておりましたけれどもここで一気にポジティブになります。ママさんレーサーサににななったとて家族を大事にしながら ボートレーサーとして頑張っていこうと思っておりますという記事なんですつまりは子供を出産する前ですと私はまだまだですもうちっともねあの活躍できてないんですいやこんなんじゃダメなんですというところから一気にママさんレーサーになってこの頑張っていこうもっとしっかりやっていこう私はできるんですみたいなコメントが載っている。 それが非常によくわかる写真が出ておりますいきますこちらです体育座りというね <laughs> これはやっぱねやる気を感じますよね、えー、やっぱりお子さんがお生まれになってお子さんもこれから学校へ行って体育座りをしていくまずはママが横で体育座りをしてあげるよと ね、ママと一緒に戦っていこうよママもだから体育座りをするよというその意気込みが非常によく出ている写真という、ね、こういうのもボートボーイでしかこのご覧になれないですからね、えー、これが2016年の11月号でいよいよ森谷美穂が。 出産して戻ってきたぞの号でございますそこから次面白いなぁと思うのがさすが黒須田さんですよねというのがピックアップされるのが2019年の1月号でございますこちらですつまりは2018年の12月に発売されておりますこの年何が森谷美穂にとって起こったかと申しますと、えー、レディース チャレンジカップで優勝したというね、えー、ゴーナースそしてこの2018年から現在まで SG ボートレースオールスターに出続けてる連続出場しているというその第1回目の年でもってピックアップするとこあたりボートボーイの憎いとこでございますけれどもじゃあその後はいつぞやと申しますとですね こちらでございます2019年の3月号ですから二月後ですね、えー、あっという間ですなんと皆さんここで事件が起きますというのが、えー、ネガティブで始まりました森谷美穂選手そしてこちらでですね、えー、ママさんになってポジティブになったよなんてなこと言ってそしてチャレンジカップを優勝いたしましてそしてここで地元のオールスター レディースオールスターが開催にもかかわらず、ここで、なんと、また再び、ネガティブ盛り上が出てくるんですね。えー、不思議なもんです。つまり、私は何が言いたいかと申しますとね、えー、人気実力がなければ、混合戦の SG ボートレースオールスターは出られません。それが、出られた。この年も出られた。で、実力的にも上がってるにもかかわらず、まだ、 ネガティブなんですねただこのネガティブ記事ってのは大体内容としてはほぼほぼ同じですというのが何が同じかと申しますと私はまだまだですとこれからもっとやんなきゃいけないことがたくさんある上には上があるということを言っているというような記事なんですが私がね何が言いたいかと申しますとですね、えー、いろんな森屋美穂選手の、あのー、写真を見させてもらいました今回。でえー、このの時期の 森屋さんの髪型が一番好きです <laughs> 可愛らしいですよねちょっと髪をバッサリ切られてですね大変に可愛らしいね髪型も非常に似合ってるという号が、えー、2019年3月ところがここでまたネガティブな森谷美穂選手が出てきておりますさあ次どうなったかと申しますと、えー、この号です2021年8月という一気に飛びます。 えー、今、2024年でございますので、3年前の森屋美穂選手です、えー、これはもうすごいですよね、表紙からですから、表紙から森谷美穂、キリッとした顔になってね、えー、だいぶ髪の毛も伸びたような気がいたしますけれども、えー、表紙ということは早いんですよ、出てくるのがね、すぐに出てきました、これね、この写真ね、うーん。 やっぱ、なんつうんすか、勝負師の顔してるんすよね。これ、よく撮ったと思いました。えまずね、いろんな、今回、広げてみて、一番かっこいい写真は、間違いなくこれだなと思いました。この表情はね、天下撮るぞというような、雰囲気がひしひしと感じるような、で、天下は見えてますからね、この頃もちろん。 これは、ととにかくいいい表情だなと思いました。そして何を語っているかと申しますと黒須田さんが、えー、このね、えー、オールスターで、えー、15点の減点を取られて事実上予選突破は厳しい状況になりましたでも守屋さんからはその後もレースを捨てる姿。 えがまるで見えなかったんですけどどう思いましたかという質問に対して守屋さんが答えているのは気持ちは全然切れてなかったですし本当にいつも思ってる目の前の一層一層頑張っていこうという姿勢は変わらなかったと思います。を走ららせてもらう機会が少ないのでしっかりと走ろうとと思っておりましたというね,ねこうやってやっぱおっしゃってくだすってるっていうのはねよく「舟剣作戦」でもいわゆる「 フライングを切った後の予選道中残ってらっしゃる選手の扱いっていうのはこれどうしてもね、えー、難しいところがございますよ。それでもね私もこの守屋さんのおっしゃってる通りねやっぱりファンのために最後まで一生懸命一層一層走ろうと思っていらっしゃる選手がほとんどいや全員だと思っておりますからね。 2、3着でもやっぱ切れないというのがね、非常にこの守屋さんの一言で分かるというね、えー、いい表情の号でございましたけれども、で、ね、おしまいは、えー、こちらでございます、えー。2022年5月ということでね、おととしでございますけれども、これはね、いわゆるま結果です。守、えー、屋さんがレディースオールスターの優勝戦で見事、 えー、優勝されれれるという、ね、これはもういいううねねここはも写真です、ね、まだこれ、ねええー、しかもこの強風吹く中追い風7メートルのね桐生の荒れ水面の中まくりで勝ったというね、えー、その、まあ、報告みたいに、えー、出てるんですけれども、えー、これね私ももちろん覚えております、えー、ピッと上がってきた時にね涙ながらに守、えー、屋さんがね 優勝できて嬉しかった何しろレディースオールスターのファン投票1位で来て優勝されたというのは本当にね投票してくださった方にあこの貢献できたっていうねその重圧からも、うん、優勝して抜けることができたというもういろんな思いがあった中で4コースからね追い風7メートルなんてスタートだって怖いでしょ、えー、インタビューの中でね、えー、ずっと。 まあこの産休明けの時だけ一瞬ポジティブになりましたけれどもネガティブ、ネガティブ、ネガティブ、ネガティブなコメントを残していきながらもずっと強く、どんどん成績はこれ上がってるんです、ネガティブでいても。ね それでもって最終的にこのオールスターファン投票1位で優勝されて最後に放った言葉がこれからも一生懸命やりますんでよろしくお願いいたしますというねこの大変に100点満点のコメントを出したというねだからこれから森谷選手が本当にねさらに向上してってレディース最強になる日も近いと思いますけれどもその時ねこの回をご覧の方々は。 えー、ネガティブだったんだよ、リアって最初は。でも今ね、ああやって自信持ってコメント出すようになったよね的なことも思って楽しめると思うんでね、えー、これからどうなるかが本当に楽しみだというところでございますが、えー、それではね、えー、今週の格言、リアミオ選手は。<laughs> マラソン大会で一緒に走ろうよって言って独走するタイプの女です <laughs> ずっと強いんだもん、ね、ネガティブなのにまあ大変にいい選手だなと思う次第でございますけれど今週も、えー、ご視聴いただきまして誠にありがとうございますまた来週お会いいたしましょうどうもありがとうございました